月刊倉庫は座談会、エンディングのテーマソングじゃあ、はい、最後、お客様参加型として、はい、お客様には今から、僕たちのそうですね、天使役をしてもらいます、はい、2人いるので、はい、自分の手持ちのワードが今回先ほど10枚だったのが今回5枚になってます、はいはい、で 5枚のうちでやっぱここじゃ出せる札がないよっていうのは天使からいただきましょう、はいはい、で天使は選んでいっていただいております、はい、どういうのがいいのかっていうのはでその都度その都度それを選んでいこうかなと思っております、はい、で、今回から、ルールを改正いたしまして、はい、2ワード以上出すのは、1人2回までです、はい、2回まで、はい、それでエンディングテーマを作ろうと思います、はい、よろしくお願いします。タイトルから決めていきたいと思います、はい、エンディングにふさわしいタイトルでいきましょう。はい、はい、俺も決まりました。俺も決まりました。ワンワード決まってますか。はい、決まりましたね。これはまあいろいろトークして、はい、いろんなことがあると思うと、その総括としてタイトルが、はい、ごめんね。ごめんね。はい、なるほど。僕ね、これ単体ではちょっと成り立たないワードなんですよね、僕は。なるほど。あ、誰かとじゃあ抱き合わせでいこうか。抱き合わせでいこうかですね。はい、僕いいですか。じゃあカリファンシー、はい、行きましょう。僕この前に言いたいんですけど、はい、浮かべるごめんね。浮かべるはまあいいっすね。僕ちょっとじゃあ行きますね、はい、放課後もうエンディングエンディングでしたよ。ごめんね浮かべる放課後ごめんねちゃうな。ごめんね放課後あ、いやこれは確かにいいかな。ごめんね放課後ちょっと80年代のこれ一人やっぱもう一枚取って、うん、もうワンバトルいきましょう。もうワンバトルいきましょうか、はい、うわー使えるワードがいっぱい。ちょっと天使頼んでいいですか。あ、いいですよ、はい、天使頼んでいいですか。天使は無限に頼みます。天使天使天使コン天使コンと天使シリコがいますけど、どうしよっかな。で、じゃあコンちゃんからワンワード。ちょっと待って、俺今コンちゃんチラッと見て一番使いにくそうなワードこれでももう天使からもらったら出さないとダメっていう。でももう絶対使わないよ、ごめん。皇帝皇帝皇帝使われへんって。皇帝もうダブルミーニングみたいな。ダメだよ、放課後いやもうこれ多分決まる、これ今チラッと見た、これやばいの持ってるわ。いや、じゃあ僕さっき行きましょうかね、はい、僕もちょっと今もうここに行けるしかないんで、はい、じゃあ天使、はい、天使コーナー、はい、天使、じゃあ天使、さっきちびこって言ってもらったけど天使 T、 あ、天使からは2枚を、そうだそうだっていうことがあるらしいです。やばいやばい、使わないやつはレッドカード。これリゲインの CM やってるの。これリゲインの CM、これあったよ、これ。エナジードリンクの CM やもん、完全に。あったあった、これ。ネガティブやな、これは。これはいいな。ごめんね、放課後と疲れ果てたからとか使えるかって言ったらね、疲れ果てた放課後かな、やっぱ。いや、ごめんね、レッドカードも悪くないけど。ごめんね放課後で行きたいですかね。俺そのねごめんねを外して、はい、でやったんだけど、今カリスマ的には、はい、やっぱここはもうまだ使えない。ちょっとねちょっとここには勝てない。ここにはごめんね放課後には勝てないですけど、この次のワードが出てきたら多分勝っちゃうんですよ、それ。なるほど。じゃあそんな持ち上げんでええねんけど。まあおじっすよ。はい。はい。朝越しよ。いやもうごめんねを外して、はい、こうフラチナ放課後。フラチナ。ただ俺が思ったのはこの間に入れたいです。ごめんね。ごめんね。フラチナ放課後。AV のタイトル絶対ある、これ。この AV のタイトル絶対ある。うわ見たことあるもん、だってこの手の AV。月から来た人たちの歌でしょ。これやばい、これやばいですよ。これ絶対やばい、絶対やばい。もう家さ、持ってんちゃうかな、この考えてる。すごいな。ごめんね。ごめんね、ほら、ごめんね、フラチナ放課後。はい。
なんか座談会にぴったりな感じがちょっとしますね。いいと思います。エロい感じがね。よし、じゃあ次は導入です。で、やっぱさっき A メロってやったのは、まあ、正直分かりやすさで僕は振ったんですけど、やっぱ一発目からサビっていう曲もあるっすよね。あ、その辺はもう自分の中で決めてしまって出していただいても構いません。ないな。ないっすね。ないっすね。そうですね。まあ放課後っていうことですかね。これはちょっとそこそこそこ重要にします。オッケーオッケーオッケー。はい、おいでいきます。じゃあ、カリさんからいきます。はい。じゃあもう放課後っていうので、ね、青春なんで、はい、まあちょっと刹那的っていうのを出したいですね。あ、はい。これ青春をイメージする感じですね。ヤンキーから来てますよ。はい。ましょう。まあここは倉庫ファクトリーという箱なので。おお、なるほど。ほうほうほう、倉庫の中っていうところ。ああ、そうなんですよ。これ一応僕入れたくてね。うん、これはちょっとジャブ的なところからした。確かに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 。秒針。まあ校舎の時計じゃないですけど、まあそのあたりの感じですかね。終わっちゃう感じというか。ちょっと俺も2枚出しいきなりやっても、あ、いいっすよ。やばい感じの。じゃあ、これカリスマシーの2枚抜きをちょっと全然関係ないんですけど、雨音ガランドっていう全然どこに使うか分からない。もう A メロかどうかすら分からないけど、雨音大塚英史の作品に出てくる絶対なんか誰か探偵とかそういう感じですよ。これ雨音ガランドって名前みたいな、もうめっちゃやばい感じのね、もうわけわかんないワードで、雨音ガランドのテーマでもう俺やるな。どういうことどういうことどういうこと。いやもうなんかよくわけないでしょ、雨音ガランドどないやねんみたいな。人名ですもん。人名ガランドって人名なの。人名違うけどガランド地名じゃない。ガランドっておりそうやなって話。ああ、アニメかなんかの世界の話。うん、お疲れっす。あ、ひどいなないな俺。もう鳥、あ、鳥はね、うん、やっぱ夕日にも合うし。あ、うわ、俺もなんかね、たぶんね、たぶんツーワードが強いんですよね、最近思ったけど、最近って今思ったけど、最近ですよ。カリスマはずっとボケましょうで、ずっとのし上がってきたよ。もうツーワードがもうめっちゃ多いんですよ。だからめっちゃ多いの、今一個中で見せてたんですけど。それ行こう。もう 2回しか使われへんやん。そうなんですよ、もう2回。カサさんはただ、じゃあここの中で1個出す感じ。これほなら、ちょっと秒針が来てるから、うん、この辺で使えるかなっていうことで、羅針盤。羅針盤。これどっちかが勝つしかもうなくなるんじゃない羅針盤。羅針盤との秒針みたいなもん。羅針盤は秒針ないんですよね。羅針盤って何？羅針盤は、ね、海で方角とかを下がるやつ。コンパス。コンパス。あ、そう。はい、星を照らし合わせて自分の緯度と経度を測るやつ。あ、だからもう全然秒針なんかあったらおかしくなります。動いたらあかんもんが動いてるから、はい、いらない時間でした。とりあえずじゃあ刹那的倉庫の中、秒針、雨音ガランド、はい、雨音ガランドを別に、まあ、別に分けてもいいです。はい、まあ、鳥らしい、まあ、一応カリスマ氏一回、使ってるんで、使っちゃった、はい、2回目使えたら、それでもオチに持ってきた方がいいんじゃん。あ、これオチに持ってきました。ちょっとオチ用にも2人でその相談し合ってやられると俺寂しいやるから泣きそうやるから。いやいやいや、俺に対してのコメントまあまあ俺も傷ついてるから。あ、マジですか。刹那的倉庫の中、秒針でやっぱここは残した方が、まあまあ、そこは残しましょう。これは残したとして、じゃあ一番冒頭の言葉に使えるかなと思ったんですけど、ね、倉庫の中から始まるのはいいんじゃないですか、ね、倉庫の中、倉庫の中の感じで言うと、僕正直ガランドの倉庫の中とかでもいいかなと思うんですよ。あ、ガランドって何って言うと何にもないってことない。あ、何もない。ああ、なるほど。ガランド放課後の感じ、そうしよう、うん、バランド倉庫の中、もうそうですね。これ一応使おうと思えば使える感じで、雨音な孤独感を加速させる意味で、雨音と秒針を続けるっていうのと、
雨音病死で鳥が羅針盤もなく的な感じかな。鳥が羅針盤もなく飛んでいくみたいな。でももなくとかも使っちゃうといっちゃうんで、鳥はじゃあなくす。刹那的な羅針盤。刹那的な羅針盤は完全に意味がわからないけど。一瞬だから方位を探ろうとしたっていう。場所をね、わからんけど場所を探ろうとした。ただ、放課後っていうところがついてるので、中二っぽくていいのはある、この感じ。刹那的な羅針盤は。中二っぽくして、中二っぽくしていきます。タイトルがえらい、もうすごいタイトル。ごめんね、フラチナフラチナフラチナ。切な的な話。もうだってこれモテたくて音楽始めたやつ。そうそうそう。完全に、完全に、はいはい、大事なところが全て抽象的っていうところだね。だからこう行くなら雨音が秒針、秒針なくていいかな。刹那的な雨音とか。いいっすね、いいっすね。いいっすね、いいっすね。いいっすね。ブランドの倉庫のなんか、刹那的な雨音。で、羅針盤は次にちょっと持っていったらいいぐらいいいワードなんじゃないですかね。この、寂しさで攻めていくなら。はい、で、これの腰で次のワードに行きましょう。もういきなりちょけちゃうん。めっちゃ入れたよ。羅針盤問題。ようわからん、ようわからん。羅針盤、羅針盤問題。羅針盤問題に答えを出していてほしいなと思って、ちょっとみんなのね、答えが見たいなって。じゃあそこに、羅針盤問題、承認。羅針盤問題、承認。これで、あ、なるほど、みたいな。承認。なんか、認められた。もう一度。もう一度来ましたよ。これとりあえず、まあ、一応残しますけど、はいはい、心当たりで一回ちょっと天使行ってもいいですか。僕も天使行きたい。新しい金を吹かすためにこう、はい、うん、天使系ください。あ、これはどう使うの。もう天使ってダブルでもいけるの。天使はダブルでもいける、はい、天使は天使やから、はいはい、やさぐれた鼻歌。やっぱりな、そういうのが分からない。もうあ、ヤンキーになってきたな。完全ヤンキーやさぐれてるわこいつ。めちゃめちゃ結果ヤンキーの歌なの。ヤンキーの歌になってきてる。あ、そうなったら僕出してくるやつありますわ。でもそれやったらちょっと待って、やさぐれた羅針盤問題の方がいい。やさぐれた羅針盤問題生かしていこうと思ってるけど、これないから。この続き方はもう俺的にはない。羅針盤問題ダメですか。羅針盤問題行きたいんですけど、よくわからないんですよ。じゃあ、まあ、ちょっと歌ってみ。僕らのガランドの倉庫の中、刹那的な雨音、羅針盤問題。いや、だからバッツンダンズンダンズンダンズン。絶対歌わないから。ラップになるやろ。羅針盤問題、羅針盤問題使いたいけど、羅針盤問題使いたいけど、使いたいけど、もうやむなくカットするしかない。これは続けては使えへんで、やっぱ。じゃあ、やさぐれた羅針盤。やさぐれた。やさぐれた羅針盤。もう一度羅針盤でもええかもやけどね。もう一度羅針盤。もうほとんどわからないけど。羅針盤生かしは、もう別に伏せてもいいけど、うん、俺ちょっと思ってるのは、羅針盤のところに、やっぱりこう触れていく感じ、はいはい、やったら、やさぐれた、まあ、羅針盤の承認は結構ありかな。やさぐれた羅針盤やったら、この人は方角を示す人で、うん、それを認めてくれたものっていうのはかなり結構、どっかでここをこう中に入れるものはいるやろうけど、それがだから問題じゃん。羅針盤問題承認します。はい、鼻歌で。そして耳鳴りしてる。耳鳴り。もう一度耳鳴り。耳鼻科行け、耳鼻科。耳鼻科行かん。絶対耳鼻科行った方がいい。耳鼻科行った方がいい。もう一度耳鳴りはもうないですね。両方ともない。で、もう鼻歌もややこしいから消します。素敵なワードやけど、消します。僕もと天使にちょっともらっていいですか。危ない髪なのに。危ない。
危ない神羅針盤自体がちょっと危ない神頼みになってるよっていうことですよね。でも神頼みの羅針盤とかは結構ことワード的にあるんちゃうじゃないですか。こういう感じが問題が一番これがいいんですよ。問題と正直やっぱ消しません。これややこしくない やさぐれた問題はどうですか。やさぐれた問題、神頼みで羅針盤。いや、やさぐれた問題、羅針盤に神頼みでいい。羅針盤に神頼み、はい、いいじゃないですか。方位を指し示してもらう感じで、はい、でもそのね、神頼みをやめとこうか。神頼みにね、ちょっとかぶせたやつが見つけたんですよ、俺今一個。神頼みの口笛って言うの。神頼みの口笛って言うの。これ消しとんの。いや、鼻歌が消えたから鼻歌よりそこいけると思ったから鼻歌より口笛かなと。鼻歌より口笛かなって言ったけど、もう鼻歌あかんかったんから、これもあかんわ。あかんかった。じゃあ、じゃあいい札使ってもだ、今まで。よしよし、いいじゃない。やさぐれた問題らしい。危ないが何か残ってるけど。神頼み。神頼み危ない。危ない神頼み。羅針盤に神頼みやからな、これ。いやもうめっちゃくちゃやばいの見つけた。俺今すごいな、あれ。いや、来た。